こんにちは、画家の田中良です。本日は、告知がありまして、今ですねインスタグラムの方で、東京ヒロさんというロサンゼルスの世界的に有名なタトゥーアーの方と一緒に、このステイホーム期間ですね、自粛期間中に何か皆さんと一緒に絵を描けるような企画をやりたいなって話してまして、インスタライブで絵の描き方を、配信して、それを皆さんに、絵を描きながら見てもらうっていうような企画を始めました。5月の1日に第1回目の放送っていうのをしたんですけど、大変な反響をいただきまして、皆さんも描いてみたよっていうような絵の DM っていうのをたくさん送っていただきました。でこれは自粛期間中になかなか家でやることがないなとか、外に出たくなっちゃうなっていうような気持ちってやっぱりあると思うんですけど、まあ、そういう期間に絵描きができることは何かなっていうので、ちょっとこれを機会にですね、皆さん絵が苦手な方でもちょっと絵にチャレンジしてみたりできるような、期間になればいいなと思いまして、やりました。で今日はそのライブ配信っていうのは基本的には録画が残らないっていうような感じなんですけども、YouTube でですね、その第1回目にやった内容っていうのをちょっとダイジェストでまとめてご紹介して、ぜひ皆さんにも Instagram ライブの方をご覧いただきたいなと思って今回動画にまとめました。それでは早速ご覧ください。8時半になりました。いや皆さん告知などもご協力いただいてありがとうございます。もうすぐヒロさんも来ると思うんで、ちょっと待っててくださいね。今日はアトリエからやってます。こんな感じで、よし、ちょっとヒロさんが来るまで声聞こえてますかね。ヒロさんが来るまでちょっとこれを紹介しようかなと思います。 ありがとうございます。好きって言っていただいて嬉しいな。結構ヒロさんをきっかけにして今回フォローいただいた方とかも多いと思うんで、ちょっとだけヒロさんが来るまで僕の自己紹介がてらこんな感じで、最近ですね会社の企画で作品集を作りまして、ちょっと逆向きですよねきっと。こんな感じで作品集を作ったりして、こういうね動物の絵を描く画家を僕はやってまして、でタトゥーアーの方が紙に絵を描く、いやいや、ごめんなさい、ヒロさんが今見てるよってコメントくれたんですけど、見てるよじゃなくて入ってきてください。じゃあね、始めますか。ちょっと用意がてらに企画の説明を改めてしときましょうか。イエイ。今回はですね、ステイホームオールトギャザードロートギャザーと題しまして、ヒロさんと僕が作画の解説ですね、それをしながら皆さんにも一緒に絵を描いてもらおうっていう企画になってます。結構作画したことないとか苦手っていう方もいると思うんですけど、まあどうせ自粛期間ですし、まあ、家に行ってやることない中に一つでも趣味ができたりしたら嬉しいなと思ってヒロさんと話してました。で紙とペンとか、あるいは iPad とか Apple Pencil とか何でもいいんですけど、ちょっと書ける環境っていうのを手元に用意していただいて、ヒロさんが今日は、作画のお手本を見せてくれます。で別にお手本通りに書いてほしいっていうわけでもなくて、こうしてそのお手本を活かしながらちょっと自分なりの絵っていうのを皆さんに楽しんでいただきたいなと思ってます。で描いた絵はできれば DM でヒロさんか僕に送ってもらえたら嬉しいです。送ってもらった絵は次回の配信の時にですね、こんな絵を描いてくれましたって言ってチャンネルでも紹介したいと思うんで、ぜひぜひ恥ずかしがらずに
かけたや送っていただけたら嬉しいです。練習したね。練習したね。台本用意したんですよ。ちょっと待って、Is there any Jackie English speakers watching this? If not, I'm gonna keep going with and speaking Japanese. 見てくれてますかね、アメリカ。I really can't do the back and forth in English and Japanese, you know. So anyway, so I'm gonna keep going with speaking Japanese. じゃあ日本語でいきましょう。はい。今日は画材は何で書くんですか？普通にみんな紙と鉛筆だから、紙と鉛筆にしようよ。やっぱり色とかさ、すごい僕たちうまいでしょみたいになっちゃうと、結局意味がないじゃん。これはみんながこう僕たちがいないところでこう、なんていうの、こう、暇つぶしになるためにこう、ちょっと絵を描いて、っていうのでさ、こう、自分のソーシャルメディアとかに載せたりして、なんていうの、こう、楽しくなってくれればいいかなというものなので、ちょっとなんか用意するからちょっと待ってね、一回切ってもいい？僕だけ。あ、OK です。じゃあ、僕だけ一緒で。プロフィールとか紹介しておきますね。よし、準備してくれてそうなんで、ヒロさんですね。今回は多分ヒロさん経由で今見てくれてる方も多いと思うんで、ヒロさんのことを知ってる方っていうのも多いと思うんですけど、ちょっと改めてですね、ヒロさん自分の口からは恥ずかしがってプロフィールとか多分教えてくれないので、僕の口からプロフィールを紹介したいと思います。ヒロさんはアメリカ・ロサンゼルス在住のデザイナーですね。世界的にすごい有名なボブ・ロバーツっていうタトゥーの方がいるんですけど、その方が師匠で、その息子のチャーリー・ロバーツさんとすごく今も親交が深いようです。このタトゥーのジャンルとしてはアメリカントラディショナルとかオールドスクールっていうようなスタイルをベースにしているそうです。このあたりもね、どういうスタイルが他にあるのかとかも聞いてみたいなと思ってますね。で、今タトゥーシーンからはちょっと距離を取っていて、アートショーやデザインに力を入れていて、多くのデザインをいろんなブランドや有名人の方が、こう使っているっていう状態みたいですね。で、やっぱりヒロさん自身も音楽をやられてるんですけれども、パンクロックバンドのランシュドとか、ランシュドのラーズ・フレデリクセン、ラーズ・フレデリクセンですね、と一緒にグループをやったりもしてるくらいの音楽好きみたいです。音楽好きっていう言い方があってるのかわかんないですけど。で、キックボクシングとかもやられてたみたいですね。あのガタイでキックボクシングと、あとピッチャー、野球のピッチャー、これも独立リーグの選手だったみたいですね。怪我で断念されたそうなんですけど、まあ本当運動できる、このちょっと日本人離れした体格というか、それでいて昔グレてたらしいんで、もう昔とか絶対に出会いたくないというか、僕なんか速攻道を譲ってこうなるべく視界に入らないように したいタイプの方だと思いますね。それで結構やっぱり今回のイベントをシェアしてくれた方の中にも、こう有名な方とか著名人の方とかたくさんいらっしゃって、なんかクイーンのロジャー・テイラーとか、ランシド、ノー・ FX、オフスプリング、エド・シーラン、GBH、フー・ファイターズ、スリップ・ノット、モーターヘッド、マリリン・マンソン、バックストリート・ボーイズ、リンプ・ビズキットなどもヒロさんのデザインを気に入ってくれてるそうですね。素晴らしいですよね。ちょっと大物すぎて、ちょっと現実味がないというか。ニコラス・ケイジもヒロさんのデザインを入れてるみたいですよ。いや、そんな方がね、本当に今これから作画を見せてくれるっていうことで、本当に楽しみですよね。結構もう事前告知の段階でハードルを上げすぎだと怒られたりしてるんですけど、この経歴を聞けばですね、ハードルがどれだけ上がってもそれをもう簡単に乗り越えれる人物っていうのが分かっていただけると思います。こういうこと言うとまた怒られるんですよね。今日はもう僕が作画担当じゃないんで、
すごい気楽にハードルを上げにっていう感じですね。みんな紙を用意してると思うんですけど、みんなお金持ちじゃないんで、あんまりこう、最初から真ん中に書いたりとかしないように。できる限り練習だと思って、こう、小さく、ね。っていうのがいいと思います。繰り返すと筋肉マンになるんだよね。筋肉マン描いてたんですね、我々。そうそうそう。もっとなんかお花の絵とか描いてるのかと思いましそうたそう、よ。バラ、今の冗談。だから端に書いてって言ったんだけど、大きめに書きます、みんなに見やすいように。やっぱりね、バラとかもやっぱ、なんでも基本は丸なんで。で、一応僕らの、必要でも必要じゃなくても一応こう十字を取るようにしてるんで、この時にこう、なんだろう、ここに今十字を書いてるんだけど、こっから一枚ずつこう花びらが出てると思ってほしいんで、なるほなど。んとなくだけどこう、これはもうみんな好きなようにでいいです。なんとなくこの円の中に入るように、5個か6個ぐらいこう花びら、丸を、こうなんか適当に書いてください。そしたらまた同じように、この部分と同じように、この辺から、このちょっと真ん中の線よりも、右寄りのところで、こう、また楕円をこう。で、このさっきのこの点の部分からなんだけど、こういうふうに書いて、ちょっとこう、ピュッとこう、アンマンの先っぽみたいな感じで。なるほど。花びらの先っちょの方にちょっとそう。苔を作るような。で、この辺もう一回尖らしちゃいます。で、ちょっとなんかこう、わかるかな？こう、ちょっと奥行きが出た感じが。ちょっと手前の花びら大きくて、後ろの方が小さいでしょ？そうですね。だからこれだけシンプルなものでも、ちょっとこう、なんていうの？日本語でなんていうの？この距離感がちょっと見えてるかなっていう。で、この最後の部分なんだけど、僕は個人的に癖でやるのは、ちょっとこう、ここだけはあえて尖らせずに、ちょっとこう、花びらが奥に行ってる感じ。こう、丸めます。こう。ほう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 。こんな感じで。けで、ど丸S、めるんだけど、これがどうやって終わらせるかっていうのが人それぞれなんだけど、そうですね。僕の場合は花びらが終わってる感じにしたいので、こんな感じで、内側に入って、くるっと回って、こう、リボンがくるくるっと終わってる感じ。お父さんすごいね、バラかけるんだってなるからね、これで。そうですよね。そして、こっからは、なんとなく花びらがくしゃくしゃくしゃってこうめくれた感じを描きたいんだけど、ここだけリアルにしちゃうと気持ち悪いんで、なんかこう、もこもこもこっていう、適当に。で、逆側もこう、なんかね、こう漫画家の人とかはね、こういうのをちょっと見てもらった方がいいかなと思います。いつもね、漫画見ると、不良が出てくると、例えだけちょっと違うんだよね。僕たちが見ると。何が違う？キャラクターに入ってるタトゥーが、ああ。ちょっと違うなっていう。
そこまで見てる人もいないんだろうけど。あ、そういう見方はしたことないですね、確かに。どういうふうに違うの？だからね、あの、プリズンブレイクって昔ドラマがあったんだけど、はい。見たことある人分かると思うんだけど、最初のシーンでね。N が結構来てますね。はい。一回落ち着きましょうか。なんかあの、最初の1話で、はい、背中にこう一面に地図を彫ってもらうのね。ああ、ありましたね。で、ちょっと眺めさせてっていうのね、堀市の人が。はいはい、あんまり帰ってくる人いないからみたいな、うん、で白いワイシャツ着て帰るんだけど、はい、あのアメリカは大体あのサランラップとかいろんなものを貼って、うん、あのシャツに血がにじまないようにするんで、あ、そっかそっか、そのまま直接白いワイシャツ着させることはないっていうので見れなかったなっていう、そのドラマを。ああ、もうそこでリアリティは感じられなくなっちゃった。そう。適当なあたりで、こんな感じで、丸まった三角形を。そしたら今度ね、この最初の補助線っていうの？このまっすぐの線のところに、ちょっとだけカーブをつけて、この先っぽまで。このカーブをつけるっていうのは、こっち側が手前で、こっち側が奥ですよっていうことなんで。ありがとうございます。ね、これで今度色が塗れるようになったらもっと嬉しくなると思うので。そうですね。それは最高ですね。まあこんな感じですよね。見えてるかな？こんな感じで、ね。素晴らしい。これは素晴らしい。すげえ。これをね、最終的に色を塗り終わったやつを次の回で当選者を決めたいと思うんで。あ、これプレゼントされる絵なんですか？その方がいいでしょ。あの時描いてた絵だっていう方が良くない？うわ、最高すぎ。ね、ということで、このままちょっとじゃあ、色の黒だけの塗り方だけでもね、ここで今やりたいと思うんで、この辺は塗らないんで、今日は。色を塗るときに、僕、ズームできるの？俺、画像。OK、there we go。あ、いいっす、いいっす。バッチリです、バッチリです。で、こうすると、とりあえずね、何箇所か塗っちゃってるんだけど、で、なんとなくこう、適当でいいです、みんな。なんとなくこう、この辺影つくんじゃないかな、みたいな。鉛筆だと、濃淡を変えていく。そう、それで、このさっきみんなが書いてもらったのがシンプルすぎるってなったら、じゃあちょっと、こんな感じで、何回か増やせばいいじゃんっていうね。色も同じメーカーの。そう。じゃあ馴染む感じですね。で今回は僕がこういうのが一番やりやすいですよっていうやり方なんで、ある程度みんなできるようになったらね、今度は水彩だったりとかそんなのもね見せれる機会があればいいなと思うけど。最高最高。ただやっぱり今回のテーマはさ、やっぱりあの家にいようっていうのがテーマだから、あんまり僕たちのために水彩買いに出かけますっていうのもね、うんうんうん、よくないかなと思うし。そうですね。かといってなんか、アマゾンとかでさ、うんうん、必需品だったらいいけど、うんうん、絵の具をなんか輸送してもらうのも悪いかなって気もするし。とりあえずね、ちょっとバラの部分だけ終わったんで、であの、昔のアメリカのやり方だと、うん、なんかあのね、インクがなかったんですよ、昔は。種類が。うん、だから、黒、赤、緑、黄色しかなかったのね。だけど、あんまりそうしちゃうと、あれなんで、ちょっとだけ緑も2色ぐらい使って、ちょっとおしゃれにするんで。うんうんうん、その昔、色がなかった時代っていうのは、混色とかはしたりしないんですか？だからあの赤と緑を混ぜて茶色とかそんなもんなんじゃないかな。ただほらさっきも言った通り、あのセーラーの人たちはそんなにディテールがある立派なタトゥーを待ってなかったりもする。なるほどなるほど、ね、世界で全身で1個の絵とか意味があるものっていうのは2種類しかないのね、基本タトゥーの中で。と言いますと、
で、一つはそのニュージーランドとかこうポリネシア系のトライバルっていう模様トライバル。と模様のやつがあるんだけど、芸能人とかだと須藤元気くんとかが入ってるかな。で、あけぼのさんとか僕が入れてるのもあるんだけど、そういうのもやっぱりハワイのこうちょっと意味がある三角形だったり。で、だからその全身で意味があるものっていうのは、そのものと、そういうポリネシア的なアイランダーっていう人たちのものと、あとは日本のものなんだよね。よく言う入れ墨。ただ違いは、入れ墨は絵なんだよね。だから入れ墨っていうのは本当にすごいもので、って僕は思うけどね。そこがまあ入れ墨とタトゥーの違いみたいなことなんですか？そう。でもね、こうやって見ると、喋りながらグダグダやって1時間でかけてるわけじゃん、こうやって色まで塗って。っていうことは、みんな誰でも毎日描いてたらこういうふうにはできるんで、ね、ちょっと奥さんへの誕生日プレゼントとか、ね、本当にポストカードとかにさ、いや、素敵。ちょっと書いてあげたりとか、こんな感じですかね、バラは。というわけで、こんな感じでやってまして、参加していただいた方の反応とかっていうのを見ると、割と楽しんでいただけてるのかなっていう手応えを感じていますね。この動画の概要欄に僕のインスタグラムの URL を貼っときますので、もし今回の動画でインスタライブ、絵の何でしょう、教室じゃないですけど、絵をちょっと教わってみたいなっていう気持ちが少しでも出た方は、ぜひインスタグラムの方をフォローしていただいて、ライブ配信見ていただければなと思います。で、次にいつ配信されるかとかっていうのも、インスタのストーリーとか、まあ、投稿で、告知をしてますので、よかったらぜひご確認ください。じゃあ、この自粛期間を皆さんと絵を描いて乗り越えられることを祈って、僕らも頑張りますので、引き続きよろしくお願いします。じゃあ今回もご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。